群馬県道126号春名山三里線、高崎市全寺付近車側を渡る群馬県道126号春名山三里線は群馬県高崎市春名山町から春名山山町部を経由して高崎市三里町東明屋に至る道路である。春名山と高崎市三里町を直接結ぶ県道である。両地域を直接結ぶ道路としては並行して 東側にも群馬県道28号高崎東、あがつま線が走っているが、本県道経由のルートの方が若干距離が長い、代わりに山間部の区間でも福音がやや広く、急曲線も少ない。高崎東あがつま線と同様、高崎市中心部と春名山頂、春名湖を結ぶ短絡ルートに当たるが、同様に大型車は通行できず、両地域を結ぶバスなど、 大型車は、西側の群馬県道211号、安中春名湖線、群馬県道33号渋川松井田線を利用することになる。起点は、高崎市春名山町の春名神社参道との交点で、あるが、ここから、高崎市春名湖町の分岐点までは、群馬県道33号渋川松井田線と重複する。また、春名湖畔では、 群馬県道28号高崎東やがつ線とも重複している。この区間では本県道の標識は掲示されていない。高崎市春名小町の橋場見名山、ロープウェイ春名高原駅近くの交差点で分岐して、単独区間に入り、車側に沿って走る。沿線は、標高の高い地域には杉林が多く、標高の低い地域には果樹園や集落が広がる。 三里中央公園の前を通り、三里町の市街地に入って、西秋や美濃和小学校前交差点までが単独区間である。その後、西に折れて、群馬県道26号高崎安中渋川線に合流すると、間もなく終点である。本県道に設定されているバス路線は、重複区間のみを走るものを除けば、三里と駒寄せを結ぶ路線のみである。 重複する道路以外に交差する、主な道路はない。昭和34年の路線認定当初での表記では、群馬郡春名町大技春名山座社鮭町141番で、ある。昭和34年の路線認定当初での表記では、道群三里町大技透明屋座道具屋敷446番の1である。ありがとうございます。